サンルーフとは、自動車の屋根に装備される開口部である。ガラスや透明な合成樹脂の場合は、天窓と呼ばれ、通常、その中で、開閉式のものを指す。サンルーフが開いているポルシェ991。サンルーフは多様な構造と形態が考案されており、メーカーにより、様々な故障が用いられている。乗用車に装着されることが多いが、観光バスに装着される例もある。 アメリカの高級車市場では、ホンガーシートと並ぶ必須の装備であり、セダンワゴンクーペー SUV 問わずすべてのグレードで、サンルーフが洗濯装備できる。陶器の日照が少ない欧州では、早くから大衆車にも広く普及している。車に高級感を求める人が多い中国市場でも装着車が多い。一方日本国内では、そもそもの気象条件によるサビの発生。 重量増による燃費の悪化や室内項の減少、車両価格の上昇や雨漏りなどのトラブルによる出費の増加を嫌うほか、後日の死亡事故の懸念から敬遠するものが少なく、なく、日本ではサンルーフのオプション設定は高級車やスポーツ車などに多く、大衆車などでは設定がないことが多い。日本では1972年に丸 N が 米国のダズと共同開発した後付けタイプのサンルーフであるターポリン製のオープントップを発表し一般化した。日本車で初めてメーカー装着のサンルーフを装備した車種は手動スライド式が1968年6月のホンダ N360、電動スライド式は1978年発表の初代ホンダプレリュードである。ポップアップサンルーフを持つ自動車の例。 三菱、ギャランサンルーフの種類は、ヒンジで開閉し、最高と換気が主目的で、開口面積は比較的小さく、開放時には後方が上部に張り出すチルトアップサンルーフ。天窓部を屋根の上か、屋根と天井の間にスライドさせることで開放し、上述のポップアップ構造を合わせ持つ、現在サンルーフとしては最も一般的な、スライディングサンルーフ。 外反にガラスを用いたものはムーンルーフとも観光バスでは1950年代から流行した屋根建部に設けられた窓高さのある渓谷や建築物の観光に適しているパノラマウィンドウなどがあるバスのパノラマウィンドウシコダ706とラックス材質はスチール、アルミ、FRP などが使用されるがターポリン、キャンバスやガラスが使用されることもある パノラマ式、サンルーフを持つ自動車の例トヨタタウンエースワゴン、グラストップ並みの大型ガラスサンルーフ日産、ラフェスタサンルーフの装着のデメリットとしては、重量の増加、剛性の低下、室内光の減少、雨漏りなどがあるが、走行中にサンルーフから体を出すことで、強いな道路においては障害物に体が衝突する恐れがある。実際に1989年には、 広島県にて、三流府付きの車両が高さ2.7メートル、通行高さ制限1.9メートルの JR 西日本山陽本線高架下を通過した際に、三流府から顔を出して遊んでいた幼児二人が、高架手前の高さ制限を示す、鉄製防護口に頭部を激突させ死亡する事故が発生。2013年10月には、 山口県萩市椿東の市道で大型ワンボックスカーが高さ制限1八メートルの JR 西日本山陰線高架橋の元を通過した際に後部座席のサンルーフから顔を出していた六歳児を自が高架橋の元に設置された高さ制限を表示した鉄製防護工に頭を強く打ち救急車で病院に運ばれたが脳座症で死亡するという24年前の前例とほぼ 同じ状況の事故も発生している。もっとも、日本を含む世界の主要国の法律では、走行時の全席シートベルト及び、チャイルドシート着用が義務付けられており、そもそも乗員がサンルーフから顔を出した状態で走行すること自体、違法状態にあると考えられる。加えて、マニュアルなどでも、走行中に体を出すなと明記されていることが多く、この手の事故は、 名目上では、屋根から頭を出した本人の自己責任と言えるが、実際には運転者が全責任を負わされており、運転者が本人に注意したことが立証されない限り刑事罰を課せられるケースも多い。会社遠隔丸 N 株式会社。車の天窓から、顔にじしぬ立ち上がり、周囲に夢中。朝日新聞1989年7月21日付長官。 二十七面、観光に関する懇談会国土交通省、サンルーフから、頭出し効果橋に、接触6歳女時死亡、山口日本経済新聞2013年10月1日。実際、例えば ST180K カリーナ ED の、取説には、体を出すなの他に、荷物も出すな、サンルーフの窓枠に座るななどの胸が、イラスト入りで、明記されている。ありがとうございます。